益されていくということだと思うんですけども、こういうことがこれ10万分の1で起こってくるということは、これからもっともっと起きてくるというのは、単純にやっぱり高騰しているというのを見せることで、その処置の手を知っているというのも、これから長きにわたってこういうことが続く可能性は十分なんですよ。携帯でいち早く撮影する方が多いの で火災が起こった直後から撮影している方がいるからでしょうね。上の高速を小沢さん、まだ車が通ってるんですよね。この映像を見るとただ本当にやっぱりこう都心の高速って本当にこれから変えていかなきゃいけなくて、この知事はもう自転車を持って走っていこうとか、最近ではパーカンドライブで、とにかく都心には車を売れないようにして、その辺に駐車して公共交通機関を使ってもらおうとかっていうことをかなり全面的に訴え